ニュースポストセブンです。過去にも事件がありました。日本で開催されたフェスでセクハラ被害を受けたと告白した韓国人アーティストの DJ ソダさん。海外で受けた仕打ちを告発するのは初めてではありませんでした。昨年4月、ロサンゼルス行きの飛行機に搭乗したというソダさん。彼女が履いていたレギンスに書かれた文字に問題があり、出発前に飛行機を追い出されたそうです。職員と口論になった彼女は、みんなが見ている飛行機の入り口でボトムスを脱ぐしかなかった、みんなが見ている前でボトムスを脱いだことも初めてです、などと SNS に投稿していました。ニュースポストセブン。